はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクション、魔界闘士サガが終わりましたので、まあ、通常だったらねサガ2をやっていきたいんですけど、サガ2は DS 版がまだ終わってないんで、ちょっとサガ3の完結編から先にやっていきたいと思います。でサガ3はねもう全然覚えてないですね。あのやったはやったんですけど全然覚えてないんで普通にやってきます。背景ちょっと、変えました。サガ3仕様に。じゃあ始めからいきましょう。その異次元の水亀はこの世界の全ての時代の空に忽然と現れた。水亀は多量の水とともに多くの魔物を流し続け、幾多の町が海の藻くずと消えていった。やがて全ての大陸が海の底に沈もうとしていた。閉ざされた町ダーム、滅びの未来より来たという3人の子供たちが住んでいる町。子供らは長老の孫娘と共に若子のように育てられていた。旅立ちの前夜、運命の門が今開かれようとしている。名前どうしよっか。まあ普通にやっていくで普通に行きますか。これどれだ、こうか。男友達ポルナレフ、ミルフィ、シリュー。好きな女性とかね。で戦闘から始まるんで、まあ、普通に戦っていっていいでしょう。いきなり戦闘から始めるのはなんかあれだよね。FF2 踏襲してんのかな。ちょっと待ってね、魔法はない。この子魔法あった気がする。このブリザードあるよね。でこいつ強いんだよね。4人目が強いんですけど、こいつはただゲストキャラクターなんで釣りなくなっちゃう。バトルハンマー、ブリザード、ロングソード、まあ、ここで負ける要素は全くないんで。で魔法もマジックパワー製とかになって、なんかだいぶスタンダードなあれになってますよね。で決まってね、バトラックスを外してパクロー、確かそれが割とセオリーだった気がする。素手で倒したんだ。てかまあそもそもこれがね、よくわかんないけどバトルトレーナーみたいな訓練機だから、まあグッバイと。シリュー本当に行っちゃうの？きっと帰ってくる。羨ましい奴らだ。準備できました。シリューは別れが辛いから来てません。ボラージュ、未来の男ボラージュが送り込んできましたと。ボラージュがさこんなこと話してたんだ。その子らをどうするつもりだ、過去へ連れていくみたいな。タイムマシーンがあって、まあそれは未完成だけれども、まあダメ元でやってみないとわからんっていう、そういうお話。で、ボラージュは歴史を変えようと。こう謎なのがさ、未来がすでに滅んでるとか言うけどさ、滅ぶ前の未来に行けばいいんじゃないっていうね。まあ、でもそういう都合のいい感じにはいかないんで、ある一点のところでしか行けないからね。ゲームは高速になってるんで早い、やっぱり。ネメシス、ネメシスとディオール。魔物が街の中に襲ってこないっていうのも謎システムだよね。まあ大体の RPG がそうだけど。また戻ってくるけどね、この町には。いろいろ装備整えないといけないから。
長老待ってくれ。町を出てはならぬと言ってあったはずだろう。そんなに町の外危ないのか。長老、町は俺が守る。シリュウは行かせてやってくれ。仕方あるまい。話が分かりすぎでしょ。おじいちゃんがいるけどさ、両親が謎なんだよね。両親の話は全く出てこなかったはず。これはステスロスという戦闘機。時空を超える力がある。これで未来へ行けんの。今はただのガラクタって。ガラクタは言い過ぎでしょう。イレムにいるクロノスに会いなさい。ステルスロスの研究をしているというレーダー。ボラージュからの預かり物。ステルスロスの部品かもしれない。ボラージュってどうやって帰ったの。そういえば帰った。あ、帰ったんだね。こっち来たんだよね。だってギルと話してるんだから。送り込んで勝手に終わったわけじゃないから。まずは北の塔へ行って無音の魔法で浮遊石を呼んで飛んできなさいと。でちょっとステスロスの中身とか見れるんだけど、特に何もないんで可動砲だけある。まあ機能についてはね、進めていくうちにいろいろ増えていくんで、まあその都度見ていきましょう。一応戦闘機というものがありますと。帰ろう。でいきなり北の塔行くと多分死んじゃうんで、まずやることとしてはこれ変えられるんだ。どれだ。メルローズ。バトラックス装備してるよね。で、バトラックスパクったんで、竜にバトラックス装備させよう。これさ、武器の攻撃力がいくつかとかわかんなくね？今、ロングソードで攻撃6でしょ？バトラックスでも6でしょ？え？ロングソード。わかんねえ。武器の攻撃力がわかんないの結構、致命的じゃない？一応話しとこう。ダームの町は長老が作った町。イレブの町は海を越えたところにあります。カフェ。魔物もステスロスのユニットを狙ってる。なんでそんなこと知ってんの。神殿はステスロス封印のために建てられたそうだ。みんな物知りだよね。俺だけでは何にも知らないの。魔物が町を襲って、あ、町を襲うんだ。やっぱり子供をさらっていくんだ。塔の落とし穴や町の人はジャンプで飛び越えられる。これ超ジャンプ力あるよね。ま、人を飛び越えられるってすごいよ。で400円で買えて900円あんのか。ブリザード、ちょっと待ってね。これ魔法買うシステムなんでブリザードも買っておこう。で、ちょっと待って、これでケアルをミルフィーにやってブリザードコールナレフ超えられ、これは超えられないか。ちょっと武器屋さんと防御さんも見たいな。ブロンズロッド、いやこれさ強くなるのか分かんなくね。だって誰が勘で買っていくしかないのか。てか何装備してる今。みんなの装備が分からん。レザーアーマーだけいいや。ちょっととりあえず戦闘してレベル上げて金を揃えよう。ここバトルトレーナー戦えるんで。で魔法のブリザードの魔法のブリザードの攻撃ゲッ、外しやがった。そういえばさ、これさ、いや命中率かなり低かった気がする。結構ミスるんだよね。そういえば結構ミスって、結構それがストレスになるんだよ。そんなゲームだった気がする。当たんねえじゃんみたいな。でレベル上がりましたと。でシリュウは最初のバトルトレーナーやってないんでレベルの上がりが若干遅いです。最初の経験値分だけって感じで、ちょっとレベルを上げていきます。ってわけでシリュウのレベルが上がって、今は
レベル5ですね。まあ割とサクサクレベル上がっていくのと、金がめちゃくちゃ手に入るんだよね。なんか8600円あるんだけど、金のバランスどうなの。バトルトレーナーで金が増えてくってすげえシステムだよね。これだけで金持ちになれる。北の塔のムーンは古の魔法の一つと言われている。で、武器どうしようか。これさ、ブロンズロッドとかってさ、要は魔力が増えるのかどうかだよね。ロングソードがまあ強いっちゃ強いけど、どうしようかな。なんとなく弓と、まあポルナレフもちょっとロングソードでいいかな。で、シリューはデューンが使っていたロングソードのお下がりを使ってるんで、いや、強くなったのかどうか分かんねえや。ブロンズロッド装備してるけど、魔力とか特に変わってないよね。こいつスニーカーとバンダナしかしないの。どういうファッションだよ。スニーカーとバンダナだけって。で、ちょっと待って、そうすると、まず革の帽子を何個揃えなきゃいけないか。あ、これはあれ、変えるだけか。え、一人ずつ見る。革の帽子が3つか。なんか、みんな装備品がバラバラだな。1、2、3。あれてか、バンダナの方が高くね。バンダナにしよう。で、革の帽子とバンダナだったらバンダナの方が強いっていうか、ない。え、ちょっと待って、バンダナって何。あ、飾り。バンダナ飾りだわ。あ、増えた。あ、でもやっぱ数値的には反映されるな。当たり前だけど。え、じゃあ革の帽子と、バンダナはつけといて問題ないか。防御が1上がるから。で、こいつだけバンダナ装備してるわ。で、こいつバンダナ装備してないから。で、あと鎧。こいつレザーアーマー。レザーアーマー。裸。裸。で、2人だな。裸は2人。女性陣が裸か。なんかそのままでもいい気がするけど。レザーアーマー着せてあげましょう。2増える。だいぶ装備が細分化されてるよね。で、あとはスニーカーか。スニーカーは誰か1人装備してたよね。ミツリヤ。で、靴。こいつだ、裸足で行ってたのか。痛そうだな。で、こいつスニーカー装備してる。うわ、こいつもスニーカー装備してたわ。メルローズは一応装備させとこう。これ確か外せないんだよね。そう、装備はできるけど外せない。じゃあこれでいいか。盾とかはないんで。で、どうしよう。金あるから、なんか道具で、あ、傷薬なんだ。ポーションじゃないんだね。エネルギーピーと攻撃ピーって何これ。なんかメカとかに使うんだっけ。いや、忘れちゃったな。しかも、たっけ。で、傷薬は1個これ。3個くらいがとこう。で、なんとなく毒になると嫌だから、あと目薬。金の針はまだいいと思うんだよね。序盤でそんな石化させてくる鬼畜な敵はいないでしょう。盗賊とかはびこってるんだ。あ、ちょっと待って、寝てない。もう一回戻ろう。それでもまだメルローズよりは強くならない。あ、そう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 、肉が落ちてるからこれ食うと基本的にもうパーティーメンバー変わんないんで、この4人でその種族を回していく。肉を食うと獣人モンスターだと、モンスターのパーツとかが起こってるんで、変なの来たけど、しかとパーツをつけていくとなんかメカとかになれた気がする。ヤブ医者とかね。ヤブ医者はなんでこんなところにいるの。霊気強い。ヤブだからこういうところにしか入れないのか。キックとか武闘派すぎだろ。ちょっともったいないから武器でいこう。24とか弱え。種族どこにしよっか。どうしようか。てかめちゃくちゃ敵出るな。まだ最初の方で変えるんだったら、なんか中盤までは普通に人間エスパーでいいような気がするけど、
一人くらい変える。でもせっかくだから弓弱え。せんってな、一歩で出てくんだけど、なんなんこれ。ちょっと待って、ヤブ医者をブリザードで倒そう。これなんか敵全体とかできないよね。できない。なんか魔法によってグループ攻撃だったり全体攻撃だったりしたような気がする。バトラックス強いな、やっぱり。てかレベル5まで上げてこれだからね。最初普通に乗り込んでいくと本当に死ぬから。レベル上がった。あ、そのヤブ医者のパーツ、サイボーグなんだ、ヤブ医者って。だからこんなとこにいるんだね。で、落とし穴があるからこれを飛び越えられますと。トカゲ兵士、ヤブ医者ビッグマン。敵の出現率が高いからな。なんかマジックパーとかすぐ枯渇しそう。強いよね、でも魔法。さすがに魔法を使うのはもったいない。いらない。獣人ピックマン、あー宝箱ある、あれ回収していこう。上の方とかないよね。先制攻撃、先制攻撃はちょっと一回武器で攻めよう。いや、やっぱりエスパーの攻撃がめちゃくちゃ弱えな。いや、倒せないか。2人やっても倒せないか。よし、ダメージゼロで乗り切れそう。いらない。ちょっとさ、間違ってさ食っちゃったら悲しいよね。先制攻撃、先制攻撃多いな。これ何、これビームフラワー。ダメだ、2人しか倒せなかった。やはりブリザードは必須だな。間違えた。で、魔法はそう、買うのと基本的には、まあ、買って使って覚えるのとレベルがあるんだよね。それは FF3 とかと似たような感じ。クロテスって、で人間も一応使えるんで、なんかケアルとかだったらさ全員に装備させていい気がする。あー落っこちた。高速モードだからちょっと足を滑らす。マジで一歩ずつうまくやらないと。宝箱、川のコテ、これはえコテか、盾じゃなくて。戦闘にいるやつほど狙われやすい。ちょっとそこが分かんない。でムーンを手に入れて、これもすぐ怒っちゃっていいでしょ。手負い狼、狼なのにさ、なんかすげえケルベロスっぽいんだけど。まあ、何やってた、ケアルになってた。いやでも確かに街の外でこんなんさ大量にうじゃうじゃ出てきたらさ、一般の住人とかひとたまりもないよね。バトルトレーナーとかよく開発したよな。人が生きるための必要なものだから。で落ちて、これが早い。ケイ今さ外出なかったの。こいつもすげえ玄武っぽい格好してるし、ウミガメとかいう割にはウミガメっていう形じゃないだろうもはや。モンスターはね、あの最初にあった水亀から大量に湧いてくるみたいなんで、もう死竜もレベル上がるようになってきたので、魔法無音なんだよね。竜でいいよ。マジックパー使うわけじゃないの確か。でこれでなんか空が飛べるようになります。ただし敵は出てくる普通に。本当にマジでエンカウント率高えな。このエンカウント率の高さが、ま
ストレスにはなるんだけど、なんだろうな、その分自分が強くなるっちゃなるからね。いや当たらん。そうな、この2つなんだよね。なんか当たらないのとエフカウントが高いっていう。どこにある？この洞窟だった気がする。街って言ってるけど洞窟なんだよね、形は。金はたんまりあるから、新しい町行っても買えそうすぐ。クレイジーホースもでかいな。イレムの町、おばば様が作った。魔法屋にいると思うけど探せるかしら。大体なんとなく場所は覚えてる。16のイニシエの魔法は魔法石で作れるそうよ。これさ、ほんと住人物知りすぎだろ。あ、コサージュとか売ってる。コサージュって頭につけるやつじゃない？多分アクセサリー。アクセサリーって2つつけられるからな。まあいいや、1、2、3、4、4つ揃えるとそれなりに金かかんな。ブロンズの靴とか履きづらそう。ちょっとデューンのバンダナとコサージュ、あ、装備できるね。革の帽子をブロンズ兜にして、あとなんだっけ、ブロンズの靴、あれもう一つブロンズなんかなかったっけ。コテ、あ、コテだ。でこれもブロンズ兜で、スニーカーからブロンズの靴と、なんか革のコテとか一瞬でいらなくなったな。むしろ1個しか手に入ってないし。盾がないんだね、盾が。コサージュどうする？まあ一応せっかくだから買っとく、3つ。あと意外に金あるけど、4人分揃えるとなんてやっぱり金はかかるな。いらないもの売っちゃっていいよね。革のコテとか貴重品かって言われれば貴重品っぽいけど、バトルハンマーいらねえ。50円。傷口、あ、まとめられてんだ。ブロンズロッド、革の帽子、スニーカーもいらない。革のコテ、よし、 OK。 アイテム装備っていうか整理みたいなのできないの？整頓、ゴミ箱で武器屋さん、火炎瓶は使い捨てだった気がするんだよね。ミスリルロッドで魔力が増えるのか。でもサイコダガーって魔力的には強そう。ちょっとこれでいこう。まあまだいいでしょ、そんな魔力とか気にせず。で火炎瓶4つくらい買ってこう、なんとなく。バトラックスは清流刀にして、ってか本当これ強くなったのか分かんねえんだけど。サイコダガーでいいでしょ。あ、素早さが上がった。サイコダガー、え、めちゃくちゃ素早さ上がるんだけど。サイコダガーよくね。で魔力依存だよね、どう考えても。バトラックスと清流とかどっちが強いのって話なのよ。いいや、まあどっちでも。でここダームの長老の使いでこれを調べてもらいに来ました。ギルの知り合いか、懐かしい。どれ？これはステスロスのユニットを探すレーダーだ。ユニットを集め何をする気だ？生まれ故郷の未来世界へ行こうと思って。なるほど、滅びの未来より来た子供たちか。ユニットは魔物も探している。確保はできておるか？なんで魔物が探してんの？過去ワープを譲ろう。未来ワープのありかは私が調べておく。まず過去世界から探すといいだろう。無事戻れたらまた来なさい。過去ワープ、なんでこいつ持ってんの。南の塔を調べてみるつもりだ。君たちは過去世界へ急ぎなさい。なんでそんな過去にこだわるんだ。ステスロスには13のユニットと4人の乗組。いや、めちゃくちゃ詳しいなこいつら俺だけ何にも知らないの本当に。ステスロスのユニットは乗り込んだ時に自動的にセットされてる。そんなシステムまで知ってんの、ステスロスの。伊達に研究をしてるわけじゃないな。
最近浮遊大陸にも魔物が出るって聞いたけど、ソウル様は大丈夫だろうか。クロノスさんなら一番大きな家に住んでいる。金持ちなんだな。で、宿屋行って、こっちから行くんだっけ、なんだっけ、なんか、ぼやっと覚えてる。とりあえず寝ておこう。あいつなんかすげえ変なとこにいるな。確かこの辺に隠し通路があるって聞いた。宿屋で治せない怪我をしてもこの温泉ならすぐ治る。へえ、あった、ここだ。で、ここで、大ババ様、よつけ、よく見つけましたな。ステスロスや未来世界のことを教えてください。いくらはしても未来のことはわからぬ。水亀からの水が止まらねばやがて世界は身に沈む。スパークって何？これ攻撃っぽいけど、わからん。買ったことないやつ。ポイズンいる？いらなそうな気がするけどな。ケアル一応全員分持たせとこう。あ、ケアルくらいあっても、損はしないよね。ポルナレフも覚えて、アタシリも覚える。で、あとポイズン一応ポルナレフにして、スパークがなんだかわからん。効果がわかんねえかな。一応レベル2にはなってんな。麻痺させるとかだったら、ちょっといらないよね。まあ、有効な手立ての敵がいるかもしれないんだけど、ちょっとそこまで覚えてない。じゃあとりあえずまた最初の街に戻りますか。てかステスロスに戻って過去へ行く。誰が浮遊大陸？ムーンを使って、どこだこの大陸みたいなのは。ちょっとポイズン使ってみよう。で、スパークも使ってみる。ポイズンが毒にする、スパークが麻痺するとかだったらちょっと微妙だよね。攻撃、毒を効く。スパーク、目が見えなくなったか。どうだろう、ちょっと有効な敵がいるのかがわからない。ただダメージソースにはならないってことだね。まあ一旦食えたから、なんとなくボス戦とかでもしかしたらね、毒が有効とかいるかもしれないし。先制攻撃で、サイコダガンになってるから強いね、やっぱり。聖竜とで106。おうおう、まあまあまあ、バトラックスよりはいいんじゃない、多分だけど。ちょ、ほんとなんだよこれ。サイコダガン買ったことにより火力がめちゃくちゃ上がったから、マジックパワーの消費を抑えられんな。戦闘はそんなに大変じゃないね。何にも考えずに連打してるだけで大丈夫。変なやつがいる。サハギンだった気がする。魔物、俺はドグラ様の命を受け、貴様のようにステスロスのユニットを集める不届き者を抹殺しに来た。過去へはエカさん死ね。結構語るね。サハギ、ちょっと不気味ではあるな。身を守っている。こいつなんかブリザード効くかな。おお、魔力が下がった。マジか。おお、減ってる。弱い。15,200円。金は持ってんな、雑魚が。ちょっと待ってくれ。どうしたんだ。俺、町に帰る。長老、心配。俺、お前たちの分まで手伝わねえとな。メルローズってどれくらい年上なの？じゃあ、行くぜ。さよなら。過去ワープ取り付けた。取り付けられるんだ、簡単に。ワープ、過去ワープ。過去の佐賀世界へワープしますね。佐賀世界なんだ。で、ステスロス自体はまあ動けず、神殿は過去にもある。お、海坊主でか、頭。てか魔法も強いしさ、サイコダガーも強いしさ、エスパ強いな。でね、街はないんですよ。
過去世界だからまだダームだっけ、街はできてない。うお、麻痺した。スパークを手にしたので魔法くれるんだ普通に。でね、水亀の影響をまだあんまり受けてないんで、結構ね現代と比べて陸地は多い、いろいろとね。これ山越えられないんで。でこの町とかなんだっけ、チンドとか形がウケんな。あれ、妊婦って最初の敵よりは強くなってる。あれ、90じゃ倒せんの、やっぱ強いわ。これ関係ない町だっけ、関係ないっていうか、洞窟の近くの実りの土はムーニャルというイクラムの種が育つ唯一の土地だそうだと。変な病気が流行ってこの霊の町も終わりね。変な病気って何？あ、魔法屋さんとか一応見てこう。エアロが売ってる顔。あ、ファイアも売ってんじゃん。あ、これは属性的か。一応2つ使っとこう。で、エアロ、ホルナレフ、ミルフィ。で、ファイヤー、ファイヤーと。あ、そうか。レベルはあったとしてもマジックパー制だから、FF3 とはまた違うか。FF3 は回数制だからね。バトルアクス500円。え、ちょっと待って、バトルアクスが強かったもしかして、セリフ島より。2枚刃、空手チョップ、ちょっとわかんねえな。いや、サイコダイガーでいいでしょう。てか、バトルアクスの方が強そう。バトルアクスにしとく。でも100円しか変わんないからね。どっちかっていうと、グーサーギンだ。ブロンズの盾。いや、マジかこれ。めちゃくちゃ金かかるんだ。足んねえ。しかもゴールドメール売ってたじゃん。こっち買っときゃよかった。一回売ろう。清流とも売っちゃおう。スパークいらないでしょ。ロングソード。で、盾は新しくて、基本スペルちょっともったいないけど売ろう。金ってすぐ入るわ多分。で、メールを買おう。よし、これで金が枯渇した。レザーアーマーだからね、なんかすぐ新しいのが手に入るな。でさ、また別の町でさ、もっといいの売ってたら悲しいよね。で、ゴールドメール。あ、そっか、盾か。あとやりくりが大変だな。立て、まあ二刀流とかそういう両手持ちとかそういう要素はないからね。まあとりあえず装備できるものをどんどん装備していく。で、なんか裏の方に道具屋がある。あ、人間に戻れるマシンと聞いて手に入れたが、この病は治らない。何でもステスロスに取り付けて使う浄化マシンというユニットだ。あんたにあげるよって。浄化マシン。あ、ポーション。傷薬とポーション違うんだ。コーヒーって何？トンカチ。ちょ、わかんねえ。使い道がわかんなすぎる。これ多分あれか、モンスターになっちゃうっていう病気が流行ってんのか。まあ、待ってくれ。人間なんだよ。海で泳いだら体が変化してきた。道具屋の親父がモンスターから人間に戻れるマシンを持っているようだが、この病は治るだろうか。ステスロスがないと治らない。ここは確かそういう街で必須の街じゃなさそうだね。まあ、浄化マシン手に入れたけど。あ、ここにもあんじゃん。で、過去のイレムだっけ。ムーの街は北の入江の海底にある。ムー大陸ってこと。ちょっと見てこう。あー、でもここ安いもんしか売ってない。危ない。で、ここは、あー、そうだ、ね、同じじゃん。品揃え未来とか、何の成長もしてないな。この世界に船がないのは魔物が沈めるから。ああ、そういうことか。大ババ様は大きな柱の南側の家にいる。あ、大ババ様がまずいるんだね。クロノスさん、クロノスちゃんなら大ババ様の家にいる。過去だからね。クロノス、大ババ様がフレイヤちゃんを助けに洞窟に行っちゃった。魔物にやられちゃうよ。
浮遊大陸に眠るソウル様が目覚めたら魔物なんかやっつけてくれる。これソウルっていう神が信仰されてんのかね。なんか忘れちゃった。いやソウル普通に出てくるんだけど。ドグラは南東にある洞窟に住む魔物。まあ、とりあえずその洞窟へ行こうということなんだけど、あれ魔法屋さんってやってるっけ。構造は基本的に変わんないはずだから。サモンの魔法を使うと体が泡に包まれて海に潜れる。海の底の難破船は宝でいっぱい。一応ここの魔法屋を覗いていこう。ケアルスパークブリザードポイズン、特にいらないな。先にさっきの町行って強い武器と防具を揃えたのはまあ正解だったかな。ちょっと1個変えてないのあるけど金がなくて、まあ一緒。というわけで、過去の世界に来て、まあそのフレイヤちゃんを、助けるために次回は南東の洞窟へ行きたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。